紀藤正樹氏イーロン・マスク氏が政府効率化省のトップ就任に警鐘、国民からの権力監視が必要。弁護士の紀藤正樹氏が 13he.x.q.twitter を更新、トランプ政権への懸念を綴った。米国のドナルド・トランプ次期大統領は 12he 実業家のイーロン・マスク氏を政府の支出を見直すために新設される政府効率化省のトップに任命することを発表した。マスク氏は金で連邦予算に無駄が多すぎることを指摘しており、予算の3割に当たる2兆ドル。約300兆円を削減できると発言していた。トランプ氏は無駄な支出を削減し、連邦政府機関を再編してくれるだろうと期待を寄せている。ただ、トランプ氏、マスク氏も超がつく不合う。この手について紀藤氏は、トランプ、マスクと、超お金持ち有利の政権にならないか、と指摘。その上で、まさに国民からの権力監視が必要、と警鐘を鳴らしている。